ミズーリ川とその支流グレートホールズの滝の一つ2011年の洪水でネブラスカ州の原発が浸水ミズーリ川はアメリカ合衆国中部を流れる川であるミシシッピ川の最も大きな支流で本流の西側に位置している全長は4 1 3 0トルあり流域面積はアメリカ合衆国本土のおよそ6分の1に達するミズーリは この地に潜入したインディアンのアルゴンキン語で、泥の川という意味。この川は多量の泥を含むことから英語でも、ビッグ、マディーと呼ばれる。源流は、モンタナ州南西部、大陸分水海近くのロッキー山脈中にある。最初は、ジェファーソン川、マディソン川、ギャラテイン川の3つの支流が、スリーフォークス付近で合流してミスーリ川となる。峡谷を沖帯流れ。 グレートフォールズ付近で山脈を出る。そこには、歴史上この川の航行可能な最上流部とされてきた大きな滝がある。それから、モンタナ州の平原を東に流れ、ノースダコタ州に入る。南東に流れを変え、サウスダコタ州に入り、ネブラスカ州とサウスダコタ州、アイオワ州との境界を流れる。次に数式、オマハ市を経由し、ネブラスカ州、 カンザス州とミズーリ州の境界を流れる。カンザスシティで東に向きを変えて、ミズーリ州を流れ、セントルイスの北でミシシッピ川に合流する。ミズーリ川はアメリカの西部への拡大において非常に重要な川であった。アメリカはルイジアナ購入地の一部として獲得し、ルイスとクラークの探検が行われた。19世紀終わりには鉄道ができる前の主要な輸送路として流域は、 発展した。20世紀には上流に洪水防止、灌溉水力発電用のダムがいくつも作られた。フランクリン・ルーズベルト大統領が1944年、洪水調整法に署名した後、ピック・スローン・プランがミズーリ川を北アメリカ最大の貯水システムに変えた。モンタナ州のフォートペックダム、ノースダコタ州のガリソンダム、サウスダコタ州のワヘダム、 ビッグベンドダム、フォートランダルダム、サウスダコタ州とネブラスカ州境界のギャビンズ、ポイントダムなどが建設されている。ありがとうございます。